2点3点していたオーストラリアの潜水艦建造計画が、ついに現実のものになってきました。アメリカとイギリスが建造し、10年以内に最大で5隻引き渡しとの情報をキャッチしました。今回は、オーストラリア導入するバージニア級原潜建造計画を詳しく見ていきますね。オーストラリアでも原潜を建造開始するみたいです。日本の通常動力型潜水艦を購入していたら今頃ね。2023年も3月に入り、オーストラリアの原子力潜水艦の入手に関する動きが徐々に本格化してきている状態にあり、アメリカのバイデン大統領、イギリスのスクナ首相、オーストラリアのアルバニージー首相のトップ会談で明確化されるとの見方が強まってきている。このアメリカ、イギリス、オーストラリアの3カ国によるトップ会談は、アメリカ本土のサンディエゴにて、3月13日に実施されるため、その席で、オーストラリアの攻撃型原子力潜水艦の調達についての具体的な内容が提示されると考えられている。このオーストラリアの原子力潜水艦の調達は、2020年9月に電撃的に発表された、これらの3カ国による新たな軍事同盟である、オーカスの締結に基づくもので、当時から、どこから、オーストラリアが原子力潜水艦を調達するのかが注目されてきた。それまでのオーストラリアは、2016年に決定したフランスとの契約に基づき、フランスが自国で建造しているシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型へと仕様変更し、それをアタック級として12隻調達する方向で動いていた。オーストラリアがこうした形で自国のアタック級潜水艦を通常動力型として調達しようとしていた理由は、同国は国内法によって原子力の利用がきつく制限されており、原子力発電所すら、その建設を認めていない状況だったゆえだ。オーストラリアは、環境政策として、原子力の利用を政治的に良しとしてこなかった国であり、その原則から、フランス本国では、攻撃型の原子力潜水艦として建造されていた、シュフラン級への仕様変更を盛り込んで、受注を勝ち得たと言える。こうして推進されたオーストラリアのアタック級潜水艦の建造であるが、国内の製造業の衰退を防止するため、自国内で建造を行うという方針が定められ、政治的には経済対策の一環としての側面が非常に強かった。フランス側からしてみれば、シュフラン級の機関部を原子力推進から通常動力に置き換えるという、非常に手間のかかる仕様になったこと、オーストラリアに建造インフラを整える必要が生じたことなどからも、その進行は難航していった。それは、具体的な問題として、大幅な建造スケジュールの遅延や、そもそもモコンペにおいて想定されていた建造費用の莫大な増加につながり、そもそも、アタック級潜水艦の計画の推進自体が危ぶまれるニュースが続いた。はためには、オーストラリア側の思惑とは裏腹に、アタック級潜水艦の一隻あたりの建造費用は、優に5000億円を超えそうだと試算されるなど、日本の海上自衛隊の最新鋭の大芸型などが一隻およそ800億円であることに比して、その高騰ぶりは顕著だった。それでも、当時は、一度締結された、オーストラリアとフランスとの契約が覆されることはないだろうとの見方が、大勢を占め、フランス側が、何らかの妥協案を提示してみせることで、政治的な落としどころに着地するのだと考えられていた。しかし、オーストラリアは、2020年9月に、そうしたこれまでの経緯をすべてリセットし、アメリカとイギリスとの3カ国による、新たな安全保障の枠組みをオーカスとして発足させることで、
それまでの潜水艦調達の方向性を大きく切り替えることとなった。このオーストラリアの政治的、軍事的な政策転換の最大の要因は、南シナ海の大半を自国のものだと主張して実効支配を推し進めようとする中国の動きにあり、その動きを明確に自国に対する脅威だと認識したことが根底にある。それまでのオーストラリアは政府、国を挙げていわば中国に融和的な政策を行っており、地政学的にも太平洋戦争後は自国の近隣に脅威となる仮想敵国がほとんどなく、その意味で必要以上に軍事力を強化することは不要にも見えていた。我々にとっては少々耳の痛い話ではあるが、オーストラリアが現在までの歴史上で実際に他国からの攻撃にさらされたケースは、太平洋戦争時に日本からそれを受けたことがあるのみで、その後は大きな脅威を感じずにいたという状況だ。それが新型コロナウイルスの世界的な流行りのもとを作ったと、おぼしき中国の動きを目の当たりにして、さすがにオーストラリアも従来の親中的な政策に違和感を抱くように変化したようで、中国の南シナ海への進出を軍事的な脅威と捉え始めたのだと思われる。オーストラリアは南シナ海において中国海軍が SLBM 潜水艦発射型弾道弾を搭載する戦略型原子力潜水艦を自在に展開する事態に大いなる危機感を抱いたと思われ、その脅威に対抗する軍事的な装備を模索したのだろう。その結果として行き着いたのが、攻撃型の原子力潜水艦の保有であり、自国から距離のある南シナ海へと往復することが可能で、その海域において十分な連続潜航時間を確保することで、中国の戦略型の原子力潜水艦に対抗することを企図したと考えられる。こうしたオーストラリアの決断は、日本から見ても対中国という観点から非常に歓迎すべき動きであると個人的には思えるが、2020年9月に突如として発表された時には少なからぬ驚きを感じた人々も多数いただろう。しかし昨年2022年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻を強行したことからも、残念ながら専制主義の国の指導者がこうと決断してしまえば、いとも容易に21世紀のこの現在にあっても、一定規模以上の国同士が戦争になることが浮き彫りになった。現在発生してしまったロシア・ウクライナ戦争と、今後発生する可能性もあると考えられる台湾有事とを混同することの危うさを語る日本のリベラル派の人々も多いが、今の中国の軍事力の増強は、ロシア以上に脅威となってきている。それを考えれば、日本でも尖閣諸島をはじめとする南西諸島に対し、今以上に防衛力を高めることは必須の情勢であり、日本が射程距離の長い兵器を保有することを、あたかもアジアの軍拡競争を招くなどといった指摘は、現に慎むべきであろう。さて、オーストラリアの攻撃型原子力潜水艦の調達の件に話を戻せば、今後は大きく3つの段階を経て、その戦力化が行われるのではないかとの指摘が行われており、かなり周到な手順を踏んだ導入が予想され始めている。まずは、アメリカ海軍のバージニア級やロサンゼルス級といった現行の攻撃型原子力潜水艦が2027年前後を目安にオーストラリアへと派遣されるのではないかと言われており、これによってその運用の基礎を学ぶものと考えられる。そして、
次の第2段階として、2030年代中を目標に、オーストラリアが、アメリカ海軍から、退役を迎える攻撃型原子力潜水艦を、最低で3隻、最大で5隻ほどを購入し、実際に、オーストラリア海軍による、運用実績を積んでいくものと思われる。そして、最終段階では、イギリス海軍に、設計の支援を仰ぎ、新型の攻撃型原子力潜水艦を、オーストラリア国内で、新規に建造し、自国での建造技術の蓄積を図ると同時に、そこで、2040年を目途に、それらの収益を目指すと目されている。こうした一連の計画が、実際のものとなるのか否かについては、前述したアメリカ本土のサンディエゴにて、3月13日に実施される、オーストラリア、アメリカ、イギリスの首脳による会談で、何らかの言及が行われる可能性がある。しかし、そういえば、ロシア側のメディアでは、オーストラリアが、フランスとの契約を破棄して、アメリカもしくはイギリスからの攻撃型原子力潜水艦の調達に、鍵を切ったことを、フランスの肩を持った形で非難する論調も見られた。こうしたロシア側の主張も、西側諸国のウクライナ支援の足並みを乱そうとする大きなメディア戦略の一環なのだろうが、確かにフランスのマクロン大統領などの言動には、未だロシア擁護の残滓が感じられる気もする。